勝者、キラ。これにて今回の新6名王をキラとする。なんで、なんでお前なんだよー。やめとけ、もう終わったんだ。やめろ、カムイ、もう終わったんだ。ん？お前は次がある。それまで己を信じて磨き続けるんだ。はい。実力は間違いなく一番だった。だが心が弱かった。今度の六名王選挙までに心を鍛えたならば、現六名王の中でも上位の器になるだろう。あれから5年、長かった。だがこの5年のおかげで私は強くなった。絶対に負けない。もう負けるわけにはいかないんだ。すごい企画、生半可の覚悟じゃない？それに好きか。さあ、時間がもったいない。はじめよう、ゆうゆこ推薦者。私にもう一度チャンスをくれた煉獄様の思い、ここで必ず果たす。俺はお前ほど六名王に対する思いはない。だが、だからといって負ける気なんかさらさらない。行くぜ、カムイ、ここからは死闘だ。無傷で帰れると思うなよ。始まったわね。はい、この試合で勝った方が雪と戦うんですね。冥界の希望を担う者が生まれるでしょうね。どっちかが勝ち、毒虫の魔の手を払ってこそ、冥界の希望になれる。カムイはこの5年、ずっと苦しんできました。そして昔より強くなった、今のカムイなら冥界の希望になれます。道影は世界の闇を知っている、そして更生し、冥界や世界を守った。あなたの正義、私は最後まで信じるわ。今度こそあなたが希望になる番よ。新力はなかなかね、私が押されるほどだわ。余大風よ。カムイの勝ち、打線激戦。決め。完成よ。どうしたの、ほんのこと調べだぞ。もう降参なんて言わないわよね。単純だな、大きくなるだけなら弾けばいいだろう。残念、さすがに正面からだと受け流されるか。油断も王にもない、すごい人だ。強いよ本当。私を侮るなよ、まだ剣技の一つも見せていないだろ。それにレイ波動も使っていないしな。お前がそこを見せるまでは格上だと思って相手をする。お前に1ミリの油断もするものか。そうかい、ならしっかり見ておけ。11文字。それが技か。嘘だろ。なんとなると思ってんだ。だが、お前の能力は大体わかった。重量操作、武器の変化は魔剣によるものだろう。だから魔剣が大きくなってもお前の重量操作で振り回せるってこと、筋力ではない。そこまでわかったのか。だがどうするんだ、武器の重さには変わりはない。そうね、驚異的だわ。だからその剣、壊すわ。それは勘弁してほしいな。なるほど、不思議な剣ね。大きくなると質量もその分増してるのね。思った以上に硬いわ。そうかよ、でも俺ももう後手に回るのはもう5年だ。攻めるぜ。どうやって？巨大風よ。くそ、2本目を見逃していたとは。空中に突き上げる、考えたな。これでは足に力が入らない。選べ、下から突き刺されるか、上から切られるか、それとも両方か。なんだ、なんで俺が吹き飛ばされたんだ。霊波動、ここまで使わないといけなくなるとはね。霊波動を使わせたぞ。だが、なんだこの洗礼された波動の流れは。さすがのカムイも霊波動を使ったわね。それにしても随分綺麗な波動ね。はい、カムイの霊波動はおそらく六名王の霊波動以上の完成度です。霊波動の負荷がない、使用時間が長い、波が整っているから負担が少ない。これをここまでの完成度で仕上げているのはカムイだけです。なるほど、それは驚異的ね。それに加え、カムイの能力、負荷がかかればかかるほど力が上がる能力、がある。カムイにダメージ、能力負荷が加わるほど、カムイは驚異的に強くなる。序盤から苦戦していた道影は悪いけど、もうこの先のカムイの相手にすらならないわ。なんて重さだ。あんな細い体のどこにこんな力が。まだこの現状になって霊波動も使わないつもり。舐めるのも大概にしなさい。お前がこのまま出し惜しみをするならここで終わりだ。カムイの太刀、波状風雷拳。もう使わざるを得ないのか。決勝はあの豪気の刀剣融合をもあしらう実力者。そんな奴相手に万全な状態で挑めないのは辛い。だが、ここで負けるのも論外、やるしかないのか。豪気も悩んだんだろうな。弾かれた？そうか。ふ、とうとう出したか。それがお前の底か。刀剣融合、国王夜桜。これが道影。豪気以上ね。豪気が激しく燃える赤い炎だとすると道影は静かに燃える青い炎。もう私、いや、冥界の全員を圧倒してる強さだわ。
これがあなたの持つ希望の強さなのね。ここまで。音が遅れて。うわ、しまった。剣を離してしまう。お前のリーチは見事だった。敬意を持って全力で散らしてやる。ダメにも小僧、私がお前みたいな奴に負けるわけが。結構不幸な道を歩んだ俺から言わせてもらうよ。努力と結果は絶対にイコールになるわけじゃない。自分の描く理想に頑張れば絶対にたどり着けるわけじゃない。世界はどこに行っても理不尽でできている。何を当然のことを。あんたの執念大したもんだ。だがそれしかない。それしかない奴はそれを失いかければ強い心はすぐに乱れる。お前は六名王にこだわりすぎだ。だからどんなに鍛えても心に大きな隙ができるんだよ。知ったようなことを言うなぁ。じゃあな先輩。勝者、道影。知ったことを言うな。か、そうだな、死んでから知ったんだ。人のことは言えないよな。でも今回、もしお前がディアンと当たっていたら、負けてたぜ、多分。こだわりを持つ、思いに執着している奴こと、精神系能力者の餌食だからな。ああ、だから前回キラに負けたのか。カムイ、現実とは残酷ね。でもそれを乗り越えないと数少ない席には座る資格はない。あの子はまっすぐすぎた。だからその道が危うくなるとすぐに冷静さが欠けてしまう。でも、それでもまた次、あの子がまだ六名王を目指すなら私は。もう、あの子は六名王を目指すのは諦めた方がいいかもしれないわね。ゆゆこ様、もっと広い視野と選択肢を持った方があの子のためになる。遠回りに見える道でも、それが本当の正解の道かもしれない。急がば回れ、ってことですか。そう、六名王は一つの選択肢として、多くの経験を積んでもらいたいわね。わかりました、私からもそう助言します。次はとうとう決勝戦ね。冥界の希望を担う者、夜桜道影、あなたは本物になれるかしら。すごい回復力だな、もう生き返ったのか。ああ、また私は負けたのか。また、六名王のチャンスを。お前はこだわりすぎなんだよ。こだわりすぎるから、脆いんだ。どんなに鍛えてもな。お前に何がわかる、六名王になるくらいしか私には道がない。冥界に来ても不幸に追われている魂を救うには、理念、理想を通しやすい六名王になるしか。バーカ。バカ。そんなもん、六名王じゃなくてもできるだろ。逆にそれを六名王でやったら独裁政権だ。じゃあどうやって、不幸な魂を救えと。簡単だろ、一人一人にお前が寄り添ってやれよ。誰かを救うっていうのは、一方で誰かを救わないってことだ。俺も要を救うためにレイヤーを救わなかった。一度考えから離れてみたら、思った以上に選択肢があるかもしれないぜ。選択肢？ああ、それを見つけて、充実させてからでも六名王は遅くないんじゃねえか。私は、どうしたら。やっぱりあなたが勝ったのね。へえ、俺が勝つと思ってたのか。まあね、さっき六名王の人に休憩を挟んでもらうようにお願いしたから休むといいよ。いいのか。フェアに行かないとね。それじゃあ数十分休んでなよ。私は先に会場に入ってるから。時間が経てば経つほど疲労が出てくる。好きなだけ休め。中途半端な休憩は体を蝕むぞ。じゃあ始めようか。休憩はいいの。ああ、ルールだしな。俺だけ特別扱いを受けるわけにはいかねえよ。ゆゆこ、最後のコールを頼む。わかったわ。それでは六名王選挙最終試合を行います。夜桜道影対雪の試合を始めてください。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。デッキに行ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。